氷室京介、リンドバーグ、ジギーなどを売り出した伝説の音楽プロデューサーで、近年はデジタルアーティストケース、ケームーン社員として活躍する月光、めぐみ漁師が、個展、LA レジスタンス、レジスタンス、抵抗を6月9日から30日まで、東京都渋谷区神宮前の、ウルトラシューパーのギャラリーで開催する。NFT で5555枚の作品を完売した月光氏が NFT 会社のプロデューサーにプロデュースされる個展。月光氏が生み出し、世界で大人気のウサギのキャラクターフルメ、タルラビットコスモのストーリーが解き明かされる。月光氏は、今回の個展は僕にとって大きな分岐点になると思います。音楽プロデューサーからデジタルアーティストになり、3年が経ちました。これまで5回の個展をやらせていただきましたが、自分でプロデュースも兼ねていたので、個展の方向性が定まらない部分もあったんです。そんな時、僕がスケッチをしていて、偶然生み出したウサギのキャラクターのコスモが昨年 NFT で5555枚の作品を完売し、世界中から注目を集めたんです。それで、コスモをメインにした展示会をやりたいと NFT 会社のプロデューサーから直々にオファーをいただき、今回開くことになりましたと語る。そして、コスモのストーリーや、個展のタイトルについて、コスモは見た目は普通のウサギですが、実は近未来に起きる人類の危機を救う AI ロボット、ヒーローなんです。今回の展示会では、コスモの壮大なストーリーが明かされる作りになっています。個展のタイトル LA レジスタンス、抵抗は、コスモの敵への抵抗という意味とともに、僕の心の中にある自分という敵に対する抵抗を妥協せず面白い作品を作り続けるという自戒の念を込めて名付けましたと明かした。最後に月光氏はフリーエントランスで僕は毎日在廊していますので気軽に遊びにいらしてくださいとアピールした。